はい、どうも、アナツイチハです。皆さん、飲み会は行きますか？ということで、今日は飲み会で盛り上がるゲーム、山手線ゲーム、そしてその必勝法を紹介したいと思います。ちなみに皆さん、山手線ゲームって知っていますか？ちなみに山手線ゲームとは、なんかお題を出してそれを言っていって、まあ、止まってしまったり間違ってしまった人が負けという、なんか飲み会宴会で定番のゲームです。で、定番の山手線ゲームの定番もね、名前にもなっている山手線、そして山手線の駅名をみんな順番に言っていって、もし間違えてしまったり止まってしまったりすると、まあ、前の人が言ったのと被ってしまったりですると負けというゲームです。まあ、これね、山手線ゲーム必勝法、まあ、簡単に言ってしまうと、山手線30駅全部覚えちゃえば勝てるというゲームなんです。ちなみに山手線っていうのは田端から品川間のことを指すんですけれども、まあ、これね、田端品川間以外の線、京浜東北線が並走している区間ですねを言われたからって言って、なんか違うって言うと、友達多分できなくなっちゃうんで、まあ、これは30駅全部ね OK とした方がいいのかなと思います。ちなみに、田端東京間は、東北本線で、東京品川間は東海道本線という線に当たっています。で、それ以外の、田端から品川間が山手線となります。それではゲーム練習してみましょう。1話から始まる、イエーイ、山手線ゲーム。はい、田端、こまごめ、大塚、池袋、目白、高田馬場、新大久保、新宿、代々木、原宿、渋谷、恵比寿、目黒、五反田、大崎、品川、高輪ゲートウェイ、田町、浜松町、新橋、有楽町、東京、神田、秋葉原、御徒町、上野、鶯谷、日暮里、西日暮里。はい。はい、ということで、一人山手線ゲームをしてみました。いかがでしたでしょうか？ちなみに私は実は何回か撮り直しております。ということでですね、やっぱりね、30駅覚えるのめちゃくちゃ難しいし、高輪ゲートウェイとか噛みそうになるんで、まあ、そんな感じでね、難しいのかなって。必勝法はあるんですけど、やっぱりね、お酒が入ったりすると勝つのは難しいのかなって思うんですけど、みんなと一緒に楽しく盛り上がれるゲームであることは間違いないと思うので、ぜひね、飲み会で皆さんで盛り上がるためにぜひ使ってみてください。はい、はい、以上です。この動画最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。たらくたらくたらく。
登録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